AWS ステップファンクションズ上でエラーが発生した場合の効果的な通知方法を検討してみた。どうも皆さん、こんにちは。クラスメソッドの筧隆明と申します。私は現在、オペレーション部でサポート業務を支えるサービス開発に携わっています。どうぞよろしくお願いします。さて、早速ですが、皆さんはエラー通知方法についてよく検討されていますか？私自身、開発をする中で、サービスのメインロジックに焦点を当てがちで、エラー通知方法について深く検討ができていない状態でした。本セッションでは、私が開発業務の中で利用することが多い AWS Step Functions について、効果的なエラー通知方法を検討したので、皆さんにご紹介します。本セッションがエラー通知方法を見直すきっかけとなり、皆さんの開発されているサービスの品質向上につながれば幸いです。それでは本題に入る前に本セッションで主に利用するサービスについてお話しします。AWS Step Functions は完全マネージド型のサーバレスオーケストレーションサービスです。アプリケーションの各処理をステップとして定義して即結合化することができます。各ステップは独立しているため、アプリケーションのスケールや変更を容易にすることができます。また、グラフィカルコンソールによって即結合化されたステップの流れをわかりやすく可視化できます。各ステップの状態を記録してくれるため、問題が発生した場合は、どこでエラーが発生したかなど、問題を簡単に診断及びデバッグできます。なお、Step Functions は複数の AWS サービスを統合サポートしています。今回は利用頻度が高いと思われるラムダとの統合を前提として進めます。通知先には Slack を利用します。セクションでエラー通知先のチャンネルを簡単にまとめられて見やすい。スレッドでエラーについてコミュニケーションしやすい。AWS サービスと親和性が高いなどツールとしてとても使いやすいです。Slack のプランによっては一部利用ができない機能もあるかもしれないので、あらかじめご了承ください。最後に、デプロイツールにはサーバレスフレームワークを利用します。サーバレスフレームワークを利用することで、サーバレスアプリケーションの構築や管理が簡単になります。サーバレスフレームワークの利用方法については、本セッションではあまり触れません。コードやデプロイ方法などは後日公開予定のブログを参照ください。それでは本題に入っていきましょう。本セッションではご覧のステップマシンを使って説明していきます。タイムアウトは意図的にタイムアウトを発生させるラムダ関数のステップです。ノーティファイエラーは必要情報をまとめてスラック通知するラムダ関数のステップです。フェイルステートは失敗で終わらせるためのフェイルタイプのステップです。本セッションにおけるステップファンクションズから Slack への通知の完成形はこちらです。ポイントの一つ目は、緊急度に応じて通知方法を変更しました。緊急度が高の場合は赤色の見た目でメンション通知がされるようにしました。緊急度が中の場合は黄色の見た目でメンションなしで通知されるようにしました。ポイントの二つ目は、調査に必要な情報をわかりやすく表示していることです。タイトルからは、ステップファンクションズからのアラートで、対象のセットマシン名、どこのリージョンか、対象の AWS アカウント ID がわかります。本文からは、エラー名、エラー原因、対象のセットマシンがいつから実行されたか、また、インプット情報がわかります。これらによって、エラー通知時に欲しい基本的な情報を取得することができました。ポイントの3つ目は、タイトルリンクから対象のセットマシンの実行ページへ行ける部分にしたことです。失敗したステートマシンが複数あったり、時間が経過してしまったりすると、調査したいステートマシンの実行ページを探すのに時間がかかることはありませんか？この通知方法であれば、Slack の通知からタイトルリンクをクリックするだけで、簡単にミスなく対象のステートマシンの実行ページに行くことができます。それでは、各項目の取得方法を説明します。各項目は2つの取得元から取得しています。エラー名やエラー原因は前のステップ出力から取得しています。先ほどのステートマシンで言うと、タイムアウトステップの出力から渡しています。リージョンや AWS アカウント ID などの情報は、コンテキストオブジェクトの情報をパース処理して取得しました。ここからは詳細な取得方法を説明します。まずは前のステップからの取得方法です。こちらは
ステップファンクションズの基本的な使い方でご存知の方も多いかと思います。左図がステートマシンを定義した YAML ファイルで、右図がラムダ関数を定義した Python ファイルです。今回の場合だと、タイムアウトステップの出力にエラー内容が含まれるので、その情報をステートマシン YAML 上にあるノーティファイラーステップのパラメータフィールドでパラムキーに渡しました。ラムダからはイベント、パラム、エラーなどでアクセスができます。これによってエラー名やエラー原因が取得することができました。続いてコンテキストオブジェクトからの取得方法です。コンテキストオブジェクトにはステートマシン名や開始時間など、ステートマシン及び実行に関する情報が含まれており、ワークフロー上で各ステップからアクセスできます。取得できる情報を上から確認していきましょう。エグゼキューションの ID には、ステートマシンの実行 ARN が入っています。インプットには入力情報。ネームにはランダムの文字列からなる実行名。ロール ARN には IAM ロールの ARN。スタートタイムには実行時間が入っています。ステートの Entered Time には、コンテキストオブジェクトを呼び出したステップの時間。ネームには対象ステップ名。リトライカウントには対象ステップのリトライ回数が入っています。ステートマシンの ID にはステートマシン自体の ARN。ネームにはステートマシンの名前が入っています。タスクのトークンにはステップファンクションズを無期限に停止して、外部のプロセスまたはワークフローが完了するまで待機させる場合に使うトークン情報が入っています。今回はエグゼキューションの ID やインプットの情報をパース処理して使っていきます。先ほど同様に、左図がステートマシンを定義した YAML ファイルで、右図がラムダ関数を定義した Python ファイルです。ステートマシン YAML 上の execution.darrから始まるコードなので、コンテキストオブジェクトを取得することができます。ラムダ関数からは、イベント、execution ID などのコードでアクセスすることができます。アクセスした情報をパース処理することで、リージョンや AWS アカウント ID などの情報を取得することができました。補足として、対象ステップマシンの実行ページ URL だけ取得方法が少し異なるので説明します。マネジメントコンソールの URL を確認したところ、対象ステップへの実行 URL は記載の形式でした。そこで、コンテキストオブジェクトから取得した項目を組み合わせて作成していきます。ここまでは各通知項目の取得方法について説明しました。最後に、スラックへの通知方法について説明します。スラックへの通知する際は、エラー原因によって通知メッセージを変更しています。緊急度中の場合は、アラートミドル関数、緊急度高の場合は、アラートハイ関数を呼び出しています。翌日以降の対応で良いものは、アラートミドル関数で通知するように、チューニングする想定で実装しています。緊急度中と高の違いは、メンションがあるかどうかと、タイトルのアイコン、カラーです。リアルタイム性を求められる緊急度が高い通知には、メンションをつけることで気づきやすくしています。また、タイトルのアイコンやカラーを変えることで、視覚的にもどれが緊急度が高いか、すぐに見分けやすいようにしました。緊急度高のスラック通知のコードをもう少し詳しく説明します。送信内容は、ペイロードのアタッチメント内にまとめられています。フォールバックは、通知の予約情報です。モバイル通知などに表示されたりします。プリテキストはアタッチメントブロック上に表示するテキストです。今回はメンション通知先を書いています。カラーはデンジャーとすることで赤色を表現できます。もしワーニングにすると黄色にすることができます。タイトルとタイトルリンクはその名の通りです。フィールドはエラー名やエラー原因、ステートマシンの開始時間、入力情報を格納しているように、見出しと値をフィールドごとに分けて表現できます。ショートを true にすると、フィールドを横並びにすることができ、場合によりきりですが、表示をスッキリさせることができます。あとは、通知したいチャンネルのインカミングウェブフックに向けて、ペイロードをリクエストポストすることで通知しています。ここまで、緊急度高と中の場合について説明しましたが、緊急度低の通知の場合はどうでしょうか？対応不要な通知を緊急度低と定義する場合、緊急度低の通知は行わないことを検討しましょう。なぜならば、管理するサービスが増えるほど、
エラー通知数は増加しがちで、対応不要なエラーまで通知していると、エラー対応に追われてチームが疲弊するからです。新しい開発や重要なエラーに注力するためにも、不要な通知はコード上で複製することを検討してみてはいかがでしょうか。まとめです。ステップファンクションズのエラー通知には、前のステップ出力やコンテキストオブジェクトを活用できます。緊急度を表現するには、色やメンション文を変えると良いでしょう。チームが疲弊しないために、不要な通知はコード上で抑制することも検討してみてください。いかがだったでしょうか？本セッションが皆さんに役に立つと幸いです。先ほどお伝えした通り、コードなどは後日私のブログにアップ予定です。私のブログには概要欄からアクセスが可能です。よかったらご確認ください。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。